ウクライナ南部のクリミア半島。2年前、冷戦後の世界秩序を一変させる出来事が起きた。ロシア、プーチン大統領がクリミア半島の併合を決定。これを機に始まった各国の対立は各地で紛争の火種を生んだ。隣国ロシアの攻勢で激戦地となったのがウクライナである。東部で親ロシア派と呼ばれる武装集団が独立を求め蜂起。ウクライナ政府軍との間で激しい戦闘を繰り広げてきた。2年に及ぶ戦いで市民を含む犠牲者は9000人を超えている。ソビエト時代には一つの国だったロシアとウクライナ。独立後もウクライナには多くのロシア系住民が暮らし、密接な関係を築いてきた。しかしウクライナ東部で戦闘が始まると、ロシアは親ロシア派の後ろ盾となり、両国はいがみ合うようになった。対立に拍車をかけたのは両国のテレビメディアだった。テレビが政権の強い統制下に置かれるロシアでは、各局が足並みを揃え、ウクライナを敵視する報道を行ってきた。Хладнокровное уничтожение людей без разбора. Геноцид? Да, геноцид. 一方のウクライナ。ロシアに対抗するため、国と一体となってその報道姿勢を変えていった。Готуйся до війни. В Україні оголошено мобілізацію. Стрілецька зброя і гармати, смуга перешкод і бронемашини. Це швидко освоюють українці. І поїхали. 加熱する戦争報道が憎しみをかきたて、戦地へと向かう人も相次いだ。Да, это что? Это же открытый фашизм. Честно, в душе такое было. Приехать и всех просто удавить.戦争が始まるとテレビはどう変わり、人々にどんな影響を与えるのか。対立が続くロシアとウクライナ、2年間を検証した。モスクワに立つオスタンキのテレビ塔。ロシアの主な放送はここから広大な全土へと届けられている。大手テレビ局 TBC、 人気討論番組のスタジオである。司会者の鋭い物言いが売り物で、視聴率が急上昇している。この日はウクライナ人のゲストを本国から招いた。司会者はゲストを強く批判する。А мы решаем все вопросы в этом мире. Это государство, которое ваше же собственное государство, еще вчера оно было похоже на государство. И люди там жили лучше. Программа на 進行をコントロールする副調整室では、プロデューサーがもっと厳しく攻め立てるよう指示を出していた。
концепция налоговой реформы. Так там идет спор принципиальный по налоговым этим всем. Дай бог, чтобы у вас хотя бы половина была. Ну вот взяла, гавкнула. Пацаны, в ресторан. Давай, поехали. 収録後、司会者は私たちにこう答えた。впечатление, ребят, самые яркие впечатления с этими людьми разговаривать ни о чем невозможно. Сегодня вы это видели сами? Да, мы видели, конечно, по телевизору. Каждый раз бурная дискуссия, толку нет. Они угробили собственную страну и дальше ее будут гробить. 一方のウクライナ、ロシアを批判的に扱うコメディーが人気を集めている。この日はクリミア併合を題材にロシアをからかうような放送を行っていた。Россия приехала! Теленочка! Крым наш! Солнце наше! Море наше! Ух ты, алкаш наш! Опача, какаш наш! Все наше няшно! Кёдай кокка ともいわれ、緊密な関係を維持してきたロシアとウクライナ。その両国のテレビが互いに批判し合うようになったのは2年前だった。2月、大規模な反政府デモによってロシア寄りのヤヌコービッチ政権が崩壊、欧米寄りの新政権が誕生すると、ロシアは猛反発する。決定的な対立を招いたのは2014年3月のロシアによるクリミア半島の併合である。プーチン大統領はロシア系住民が多く軍事基地もあるクリミアの併合は国益にかなうと強調した。Мы явно столкнемся и с внешним противодействием, но мы должны для себя решить,готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда. Сейфу の強い統制下に置かれてきたロシアのテレビ各局、一斉にクリミア併合を支持する報道を繰り広げた。ロシア国営テレビの人気キャスタードミートリー・キセリョフ、Крым вернулся домой. У России новая карта и новые рубежи. Это «Вести недели» и я, Дмитрий Киселев. Добрый вечер. Смотрите сейчас. Вспышки салюта в слезах радости. Мы Россия! Россия! Ликует вся Россия. Крым вернулся домой. Такого единства в других опросах что-то и не припоминается. То есть не все еще у нас измеряется деньгами. 一連の報道でキセリョフはロシア政府のプロパガンダを担う中心人物とされ、 EU 各国への入国が制限されるなど制裁対象になった。あ、что такое пропаганда? プロパガンダとは何でしょうか？それは自分たちの立場の説明です。それは誰もがやっているのではないでしょうか。世界のジャーナリズムにおいて報道の客観性なんてもはや存在しません。私たちは我々にとっての真実を伝えるために自分の命を懸けているのです。ウクライナの首都キエフ、クリミア併合によってロシアへの国民感情は急速に悪化した。かつておよそ半数の国民がロシアに好印象を持っていたが、その数字が逆転した。
それまでウクライナではロシアに比べテレビ各局がそれぞれ独自の視点を持ち放送を行ってきた。しかしその環境は激変する。クリミア併合直後にはウクライナ国営テレビの会長室に議員が乱入。プーチン大統領の演説を生放送したことに腹を立て会長に辞表を書かせた。Гівнюк, ти, але українець, сука, блін, ти агітував за Москву, ти брехав, ти брехав. ロシアへの反発が高まる中、テレビ各局はロシアを批判する報道に舵を切る。画面に国旗を掲げ、国民の団結を訴えた。率先してロシアに対抗する報道を行ったのは、最大手の民間放送局、オディン・プリュス・オディンである。クリミア併合直後に放送されたこのニュース番組。Хочеш миру, готуйся до війни. Україні оголошено мобілізацію. Стрілецька зброя і гармати, смуга перешкод і бронемашини – це швидко освоюють українці. І поїхали. Перед обличчям російської загрози мирний народ перетворюється в армію. Україна を代表するキャスター、アーラ・マーズル。祖国が危機に陥る中で国を思う感情を抑えるのは難しいと明かした。かつての同盟国が私たちを殺そうとしています。私たちは精神的に辛い状態に置かれています。毎日新たな試練に直面しています。愛国心と報道の客観性との間で揺れ動いているのです。クリミア併合をめぐり対立したロシアとウクライナ。2014年4月にはロシア系住民の多いウクライナ東部で戦闘が始まる。ロシアが後ろ盾となる武装集団親ロシア派がウクライナからの独立も視野に蜂起した。ウクライナ政府軍が鎮圧に乗り出すと大規模な戦闘へと発展した。親ロシア派は支配地域を拡大、東部は二分され、今も戦闘状態が続いている。戦闘の激化は記者の取材姿勢にも影響を及ぼした。ウクライナの放送局オディンプルス・オディンで18年働くザホロードニー記者。ザホロードニーはこれまで世界各地を飛び回り紛争地帯などを取材してきた。対立する双方から話を聞くことを大切にしてきたという。戦闘が始まった当初はウクライナ軍に敵対する親ロシア派やそれを支持する住民の声も伝えていた。親ロシア派が実効支配する東部の町に潜入し、危険な取材も行ってきた。Як ви бачите, у центрі Слов'янська зібрався кількатисячний натовп і все більше людей вітають росіян як визволителів. Слава защитникам Отечества! Слава защитникам Отечества! Ми русские люди, имеем право говорить на своем языке и жить на своей земле безопасно. Спасибо России! しかし戦闘が激しさを増すとウクライナ軍の従軍取材が増えていく。その中で次第に軍隊に対する見方が変化したという。це підкріплення, якого так довго чекали на лінії фронту, захищати Україну. Заїхати.
Да трохи есть! Да щек подмочил, а так нормально! ここれまでの戦争は異国の戦争、他人の戦争でした。しかしこれは自分の国が戦っている戦争なのです。私はたとえ武器を取って戦っていなくても兵士と同じ気持ちでニュースを作っています。世論がテレビを変え、テレビが世論をまた煽る。やがて両国の報道は正反対の内容を伝えるようになっていく。2014年6月2日、東部ルガンスクの中心部で大規模な爆発が起きた。ウクライナの放送局はこれを親ロシア派による砲撃だと伝える。Кілька годин тому там стався потужний вибух. Двоє людей загинули, щонайменше 10 поранені. Терористи переконують, ракету випустив український штурмовик. Місцеві жителі кажуть, по адміністрації стріляли самі терористи. Хотіли з переносної ракетної установки поцілити в літак, але ракета полетіла не туди. Луганці вже бояться виходити на вулиці. 一方のロシア国営テレビ。この爆発をウクライナ軍による空爆だと報じた。Бой в мирном сегодня продолжился, пока из части позволили выйти лишь 15 солдатам, которые не захотели стрелять в своих земляков. Пятеро бойцов самообороны Луганщины погибли. Среди погибших на площади у дома правительства в основном женщины. Она оказалась на месте трагедии, когда врачи пытались спасти ее мать. Мама, пожалуйста. Это мама. 親ロシア派をテロリストと呼び、軍の発表をもとに出来事の経緯を伝えたウクライナ側。それに対しロシア側は傷ついた市民の映像をふんだんに使い、ウクライナ側が事実を隠していると非難した。食い違う放送はさまざまな悲劇を生んでいる。ウクライナ東部から首都キエフに避難してきたプロコペンコ一家。То, что тебе больше всего запомнилось. Мне больше всего запомнилось трупы. Очень много трупов. プロコペンコはウクライナ第5チャンネルのカメラマンである。В моем родном городе такого никогда не могло быть.妻で記者のリリアと共に東部で取材を続けていたが、戦闘が激しくなったため西の首都キエフへと避難した。しかし同じウクライナ東部で暮らしていた父親のビクトルは行動を共にしなかった。一人国境を越え東のロシアへ移り住んだ。親子の間に亀裂を作ったのはテレビの報道だった。ウクライナ東部では親ロシア派とその支持者が地元のテレビ局を次々と襲撃。ウクライナの放送を止め、ロシアの放送へと切り替えていった。Инженеры, пошли наши люди. Сейчас будут оборудование. Будем включать российский канал. Будем пробовать. Россия! 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 その結果、東部ではウクライナの放送を見ることが難しくなり、ロシアの放送が影響力を持つようになっていった。父ビクトルが見ていたのもロシアの放送である。次第にその内容を信じるようになっていったという。父はウクライナの軍が町を砲撃したと言ってきました。
私がなぜそう決めつけるのと聞くと、ロシアのテレビでそう言っていたというのです。私は言いました、僕は現場にいたんだよ、だから僕に聞いてよ。すると父は、お前はウクライナのテレビ局で働いているじゃないかと言いました。父はロシアのプロパガンダの被害に遭ったのです。プロコペンコはロシアに移り住んだ父と週に一度は連絡を取っている。父の心はすでにウクライナから離れ始めていた。Домой хочешь? Свои цены, свои это самое. И нам не нужен он просто. У нас не прыгают эти цены, как да, понятно. На Украине. Но ты ж понимаешь, что это все искусственно сдерживают, а потом в итоге оно обваливается, как и мемы. Ну, нету обвала. Нету все равно. Ну, хорошо. Это не на Украине. За державу обидно, понимаешь, как это? Ой, мне, я же, видишь, я же тебе ничего не говорю. Тебе хорошо там, тебе, как говорится, лучше там. Значит, там я и слова не говорю об этом. Мне лучше здесь. Ну а как мне будет лучше в той стране, которая принесла мне столько горя и беды? Ну как вот, ну, ты мне говоришь, что мне лучше здесь. Ну, короче, ладно. Все, давай, прекратим уже, не будем. Оно не стоит того. В первых числах... Телевига 繰り広げた避難の応酬。家族の関係も引き裂くまでになっていたのである。互いに敵意を煽り続けた双方のテレビ。その報道を加熱させたのはインターネットだった。ネットに氾濫する映像をテレビ局が用いたことで憎しみを増幅させた決定的な事件が起きる。ウクライナの港町オデッサ。2014年5月2日、ロシア系住民が3割を占めるこの町でその事件は起きた。事の発端は反ロシアを掲げるウクライナ民族主義者と過激なロシア系住民との衝突であった。双方の対立はエスカレート。やがて火炎瓶の投げ合いが始まり火災が発生する。建物に立てこもっていたロシア系住民40人以上が死亡する大惨事となった。ウクライナのテレビ局は犠牲者の詳細については触れず、事件をロシア側の陰謀だと匂わせた。стосовно про ці висновки урядової комісії, яка вона від учора працює в місті, там переконані, що масові безлади в Одесі готувалися заздалегідь, і до цього причетні не лише місцеві проросійські активісти, а й громадяни сусідніх держав, зокрема Росії та Придністров'я. 一方、ロシアのテレビ各局は一斉にウクライナを批判する。
事件をナチスドイツによる大量虐殺になぞらえ激しく糾弾した。Выступления, которые украинские каналы транслировали в прямом эфире, напомнили всему миру трагедию Хатыни, также сожженной бандеровцами 71 год назад. Издевательства над убитыми боевики правого сектора снимают на камеру, словно для отчета о проделанной работе. В сожженный дом профсоюзов первыми входят именно каратели, а не милиция или пожарные. Сюда их просто не пускали радикалы, которые искали списки сторонников референдума для дальнейшей расправы. Александр Кузьмин. Чтобы спастись, некоторые забирались на крышу дома профсоюзов, но боевики вели по ним прицельный огонь.番組の制作に当たった記者自身も事件に憤りを感じていた。ロシアの大手テレビ局TBCのリュビーモフ記者。 事件から4日後、30分の特別番組を制作した。現場には行かず、番組で使う映像は主にインターネットから得ていた。当時、事件の現場では多くの市民がスマートフォンなどで撮影、無数の映像がインターネットに投稿されていた。技術の発展によって記者は必ずしも現場に行く必要がなくなりました。今やどんな事件の現場でも目撃者がいるし、映像があります。映像に映っていることが事実です。事実には反論できません。多くの残酷な映像を目にしたリュビーモフ記者、ウクライナ側に強い憎しみを抱きながら映像を選び出していた。記者として自分が中立だとは言えないかもしれません。オデッサのような悲惨な事件の場合、中立を保つのはとても困難です。人が死ぬことが分かっていたにもかかわらず、火炎瓶を投げつけたあの連中に私は憎しみの感情しか湧きません。オデッサ事件の報道はロシアの人々に大きな影響を及ぼした。ロシアからウクライナ東部へ向かう志願兵が相次いだ。セルゲイ・ボイチェンコ、報道を見た数日後には自らの意思で戦地へと向かった。それまで大手銀行に勤め安定した暮らしを送っていたボイチェンコ。ウクライナ軍との戦闘で右腕を負傷するまで砲弾が飛び交う中で戦っていた。В то время, когда он уходил, от этого мне еще труднее. Одна в этих стенах. Спасибо, что у меня сестра спасала своей поддержкой.同じ民族のロシア系住民が犠牲となったことに強い怒りを感じたボイチェンコ。中でも憎しみをかきたてたのはこの画像。ロシアのテレビは妊婦が殺されたと報じていた。
Они задушили даже беременную женщину, которая умоляла о пощаде. Новая Хатынь, судя по всему, была тщательно подготовлена. Только догадываться, как можно лишь предполагать, какой страшной смертью умерла эта женщина. Она не сгорела, ее или забили до смерти, или задушили. А это что? Это же открытый фашизм. もうすぐ生まれそうでした。 報道で状況が分かった時、怒りが込み上げました。 奴らを全員叩きのめそうと思いました。 多くの人を戦地へと駆り立てたオデッサ事件。 現場で取材を進めると、 新たな事実が浮かび上がってきた。 火災が起こったオデッサの労働組合会館。 当時の惨状を今も留めている。 私たちはあの日内部の映像を撮影した人物を探し当てた。 アレクサンドル・ルイチコフ。ブログでニュースを発信するロシア国籍のフリージャーナリストである。その日取材でオデッサを訪れていたルイチコフ。衝突が激しさを増すとスマートフォンでインターネットの生中継を始めた。 これはルイチコフが撮影した映像である。現場の様子をできる限り正確に伝えようとしていたという。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 трупов на верхнем этаже. Бля, документы с какого-то есть?しかし ロシアのテレビ局はルイチコフに連絡を取ることもなく事実と異なるナレーションをつけていた。ロシア人のルイチコフをウクライナの民族主義者として扱い、まるで犯罪者のように伝えた。 Издевательство над убитыми боевики правого сектора снимают на камеру, словно для отчета о проделанной работе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 трупов на верхнем этаже. Обыскивая погибших, радикалы смеются, ценные вещи забирают в качестве трофеев. Пацаны, все трупы обыскали. Гривны. Я не мародерю. 私の映像は プロパガンダのために作り変えられました。事実が明らかに歪曲されています。許されることではありません。ロシア国営テレビが妊婦と報じた画像も事実が歪められていたことが取材で分かった。 写真を撮影した人がオデッサに暮らしていた。ノビーツキー夫妻は事件の翌日、建物の中にいた父親を探すため内部に入った。その惨状に驚いた妻のアリョーナはスマートフォンで撮影した。 世界に真実を伝えなければならないと思いました。とても辛かったですが、神様がその機会を与えたのだと思います。妊婦と報道された画像はその時撮影した一枚である。女性は54歳。その後の調査で妊娠していなかったことが分かっている。 アリョーナがこの写真をインターネットに投稿すると大きな反響があった。
あのような反応は見たことがありません。投稿した画像がわずか数秒で世界中に広まったのです。人々は次第に、これは妊婦だ、妊婦が殺されたとコメントし始めました。みんな感情的になっていました。ここにも妊婦と書いてあります。拡散した画像と根拠のないコメントが検証もされずに放送されていた。妊婦と報じられた画像に激しい怒りを覚え、戦地へと向かったボイチェンコ。ボイチェンコに女性は妊婦ではなかったと伝えた。специалисты, которые там работали после этого события, но еще подтвердилось то, что она никакая не беременная, это точно совершенно. Не беременная. 妊娠していなかったって言うんですか？Информация, что не беременная. Получается, что они немножко напали или нет?騙されていませんよ。たとえ捏造だとしても、ファシストを殺しに行くという私の意思は変わりませんでした。テレビ局はあそこで何が起きたかについて社会の注目を引き、批判を促したのです。それは正しかったと思います。ボイチェンコは私たちが伝えた情報を決して受け入れようとしなかった。残虐さが強調されたオデッサの事件。その一方で取り上げられなかった大切な事実があったことも取材から分かってきた。オデッサ出身のセルゲイ・ジプロフ記者。地元ウクライナのテレビ局で取材を続けてきた。その日、ジプロフは事件の一連の経過をスマートフォンで撮影していた。その中に決して見落としてはならない映像があるという。Итак, первая веревка спущена. Будем ждать эвакуации людей. Надеюсь, они привязали крепко, прочно. Митингующие.Оппоненты подносят конструкцию от сцены, вероятно, для того, чтобы эвакуировать людей. Будем надеяться, что это поможет. 建物のそばに足場を作り始めた人々。上の階へと登ろうとしている。逃げ遅れたロシア系住民を助けようとするウクライナ人もいたと、ジプロフは言う。憎しみに駆られる人々がいる一方で、立場を超えて命を助けようという人もそこにはいたのである。私が撮影したこの映像はその日一番鮮やかで一番重要な出来事でした。助け合う人々の姿を見て町の平和を取り戻せるのではないかと思いました。対立にばかり焦点を当てた大手テレビ局が伝えることのなかったもう一つの事実があった。どんなものでも
表と裏があります。斧は人を殺すことができるし、薪を作ることもできる。映像をどう使うのか、それは良心の問題なのです。映像があふれる時代の中で何を選びどう伝えるのか、メディアは重い課題に直面している。ロシア・モスクワ。プーチン政権がテレビ局を影響下に置く中、政権とは一線を画した報道を続ける記者たちがいる。ロシアのインターネット放送局ドーシチ。政権寄りの大手テレビ局とは違い、独自の視点で放送を続けている。セルゲイ・エルジェンコフ記者。2年前テレビ局を退職、ウクライナ東部をテーマに調査報道を続けてきた。今エルジェンコフはロシア人志願兵のドキュメンタリーを企画している。大手テレビ局が一時英雄のように持ち上げた志願兵たち、彼らが今何を思っているか知りたいと考えたからである。この企画は全く反響がないかもしれません。社会は聞きたくないテーマを求めてはいないからです。でも私は志願兵たちの人生を伝えたいのです。だってみんなお父さんお母さんがいて家族がいる人たちです。ウクライナ東部に行った理由があるはずでしょ。この日エルジェンコフはシベリアへと向かっていた。人口2万6千のカミシロフ。ウクライナ東部から2000キロ離れたこの場所に元志願兵が暮らしていた。元志願兵ミハイル・ラプチェフ。幼い息子と暮らしている。東部の戦闘で負傷し1年前に帰ってきた。帰還した当初は町で英雄としてもてはやされたラプチェフ。しかし今は誰からも見向きされなくなったという。Не знаю, что с ним делать, куда его девать. Вообще, это как бы, конечно, издевательство, когда дают тебе один костыль. Я сам интервью смотрел. Рапчев もまたテレビの報道を見て戦地へ向かった一人だった。Пока нет еще. Когда ты решил ехать? Что послужило для тебя главным причиной? Одесса или что? Просто вот это все. Я сидел, смотрел и просто мне как-то это. Не понравилось, что, ну, так, нельзя так. Все, 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 как бы, ну, собрался, поехал. Все. Ну, как так легко ты рассказываешь. Так, а что тут такого? Вообще, как бы, я не вижу никаких сложностей и проблем. Там, ну, вот это все, вот это все испытав, поехал бы все равно? Конечно. А зачем? То есть там-то ты себя чувствуешь нужно. То есть ты как бы, выполняешь какие-то задачи, которые, как бы, ну как это объяснить? Там какое-то наше, вот это братство, вот это вот, что, не знаю, помощь, поддержка, как бы ты видишь, что у людей на глазах написано, что ты нужен. Тут, а тут, ну, как, сидишь и оно, ну как бы оно в крови болтаешься, как бы знаешь, просто
日々の満たされぬ暮らしが彼を戦地へ追いやったとエルジェンコフは感じていた。メディアが煽った一時の熱狂は人々に何をもたらしたのか。エルジェンコフは一人一人の声に耳を傾けていきたいと考えている。多くのジャーナリストは今責任を負っていません。彼のような志願兵を一度取り上げたらそれっきり、そこで終わりです。世界を白と黒の2つに分けてしまうことは簡単ですが、全てを投げ捨てて戦地へ向かった人のことを理解するのはずっと困難なのです。私は彼のような人と直接話すことが大切だと思います。記録し続けます。時代を記録するのです。軍の記者会見を取材するウクライナ第5チャンネルのカメラマンプロコペンコ。テレビを信じロシアへ向かった父親との再会は今も果たせないままである。アリオン、プリヴィプリヴィッ、ウチャスノルマルナ、カクウチャデラ、шо хорошего, как здоровье?Ну так, весна со здоровьем немножко похуже, но сердце особо не беспокоит. 父親のビクトルはロシアの国籍を取り、永住しようと決めていた。Уже кричит новые слова, деда, баба. Я говорю, ни деда, ни бабы нету, но...Ну, понятно. Мы вас тоже любим, передаем большой привет. Скучаем сильно, сильно. Хотелось бы уже увидеться, надо бы уже увидеться.父は寂しがっています。私は孫に会いたがっています。でも戦争が続いています。どうやっても止めることはできないのです。ウクライナで戦闘が始まって2年余り。メディアによって増幅された憎しみは今も消えず、終わりは見えない。反乱する映像を使い、人々の対立を煽り立てたロシアとウクライナのテレビ。メディアは憎しみの連鎖に加担するのか、それとも寛容な社会を築くために役立つことができるのか。重い問いが投げかけられている。